質問はですね、5。業とは一体、何なんですかと、こういうことですね。それはですね、業というのはまず私たちのやった行いがですね、心の蔵である荒屋敷の中にまず収まるわけですね。ね、私たちのやった行いが、心の蔵である荒屋敷の中にこう収まる。そうするとその収まったものがですね、まあ仏教では訓住と言われましてですね、どういうふうに説明したらいいですかね。ちょうど種をまくようなものです。行いをすると種をまく、そして同じことを続けていくとそれが芽となってやがて大きな木になる。こうやっていわゆる外側に現れてきたものを仏教では業と呼ぶんです。だから業って何ですかって言ったら、その人のいわゆる過去ですね、ずっとやり続けてきた一つの結実みたいなものなんですね。つまりその人のいわゆる習慣っていうことです。習慣、長い間ずっと続けてきた習慣、これが仏教でいう業というもの。例えば、はい、どっちが上かどっちが下かを気にするばっかりしてきたとか、そういったのも。そう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 、上とか下とかっていうことにとらわれて来たっていうのが業。他にはどういう業？いや、そういうのが業って。いろんなのが。いろんなのが業って。で、いわゆるこれが運命を生み出すってことです。一対一で確認なんですけど、はい、一対一で業がもう作られるっていうことではないんですよね。一対一で作られてるんですか。例えば。蚊がおったから、はい、一回バシッと叩いたと、はい、蚊が死んだと、はい、だから一回殺されるとか、そういうことではない。いや、そういうのは全然関係ないです、はい、生き物を何匹殺したから殺されるような結果を受けるっていうことはありません。これいう業っていうのはあくまでも人と人との結びつきだと思ってください。いわゆる人と人とのあり方、人と物とのあり方、この結びつき方がいわゆる業なんだ。業として現れるところなんです、うん、じゃあその例えばこういうことが祝善になるとか、はい、そういうことでもないわけ。そういうことではない、はい、つまりこの例えば自分が人に対していわゆる上と見るか、それとも下と見るか、こういうふうに結びついているっていう、これがいわゆる業になるわけ。そうすると、いわゆる自分が上とか下とかにとらわれているとですね、そういう相手と結びつくようになるってこと。下のものばっかり引き連れたり、そう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 、派閥を作るとか、そう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 、はい。だから上同士も、上になりたい者同士は反発し合うと。こんな感じですかね。で上と下のものはこう
思いっきりこう結びつくと、こういういわゆる、結びつき方が業なんです。人間関係の中においてしか言われない。いや、人間関係だけじゃなく、いわゆる私たちがその世界、世界に対してどう関わっていくかっていうのが業として現れる。物に対しても、物に対しても現れる。執着していく結びつきをやるとか、そう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 、大切にしないという結びつきをするとか、そう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 、大切、はい、逆に大切にするという、はい、だから結びつき方です。私がその他の世界に対してどう結びつくかっていうね。例えばその物を大事にする、大事にしないとかね、いわゆる、大切に使う、いや、物を増やしていくとかね、そういうようなことに現れてくるってことです。値段だけを気にするとか、そう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 、そういうようなものが業として現れるってことです。で、分かりにくいところはですね、業といわゆるその人の価値観っていうものがまた別としてあるんですよ。価値観っていうのは何かって言ったら、何が善で何が悪かっていうことなんです。だからこういう価値観と業っていうのはまた違うものなんですけど、大体この価値観と業がセットになっているわけ。ただ理性で私たちは何が善で何が悪かということを判断している。これが善だ、これが悪だっていうのを判断して、そういうことで種を常にまく。だから大体業が一定になる。つまり、私たちの価値観が大体変わらないので、私たちの業もほぼ一定になる。こういうことです。分かっていただけたでしょうか。価値観が変わらないので業が一定になるんですか。価値観が変わらないからね。だからいわゆる自分が善だと思うことを常にやるじゃないですか、うんうん、そうすると行いが一定するわ、一定になる、だから業が一定になるってことです。あ、なるほど。で、例えばこの例で言うと、はい、自分はいいものだと見たいから、はい、他の人を見下したり、はい、自分をよく見ようとするという業になりますよね、はい、そういう結び方になるから、そうそう、そういう行いをやっていくと、うん、そうそうそう、その習慣化したものが業で、そういう世界を作っていく、そうそうそう、そういう人間関係を作る。だからこの価値観が変われば業も変わっていくわけ。で、来世に引き継ぐのはあくまでも業、ね、価値観は引き継がない。これは肉体に宿っているものだから、価値観っていうのはね、頭ですから。だから地方になってしまえば、認知症になってしまえばなくなってしまう。だけどその人の業は残るってことですね、うん、こういうことです。じゃあそれで同じような人とかを連れていくっていうのは、やっぱりこういう人間ばっかり連れてくるから集まりやすい。だから同じようなところで私たちは安心するんです、うん、いわゆる私たちが幸せになれなかったとしても、同じような人と一緒になることが私たちにとって安心なんです、うん、多数派っていうかグループを作っておけば安心なんです、はいはい。グループ作るから安心じゃなくて、いわゆる同じ香りのする人と群衆ですから、一緒にいることが私たちにとっては安心できる場所なんです。それはたとえ地獄のような世界だとしても、例えば自分が小さい時虐待を受けた人は、虐待するような環境が一番しっくりくるんです。はい、しっくりくる。そう、自分にとってしっくりくるわけ。
だからそういう場所を望んで行ってしまう。いや、虐待を受けたら嫌でしょう。虐待を受けたら嫌ですよ。だけど虐待を受けてきたっていうことがもう刷り込まれているので、そういうところにしか安心を求められないわけ。だから虐待しないような環境っていうのは居心地の悪さを感じるわけ。だから人間っていうのは今まで経験したところに無意識のうちに行こうとする。それは虐待したところであったとしても経験したところに行こう行こうとしてしまうわけ。はい、だから虐待を受けた人は虐待するような環境か居心地がいいんです。いや、虐待されたくないと思ってますよ。虐待されたくないと多分自分の両親も思ったはずなんです。虐待したくないと自分の両親も思ったはずなんです。そうやって選択した結果、虐待をしているんです。ここがポイントね。もし両親が虐待したいと思って選択したならば、多分虐待せずに済んだ。どういうことですか？ここがポイントなんですよ。つまり、大体ね、自分の人生で、これはされて嫌だったと思った人はですね、それをされたくないと思って、行動すると、大体両親と同じ行動をするんです。例えば自分は、両親からね、束縛されて嫌だったと、こう思ったとしますよね。もう束縛されたくない。ところが、束縛されたくないと思って、いたはずなのに、今度自分に子供ができると束縛をし始めるわけ、その子に対して。いや、自分は束縛されたくないと思っていたはずなのに、子供ができると束縛をし始める。いや、それを束縛だと思ってないわけ。いいことだって思う。まずいいことだと思う。価値観もそうだ。そう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 。嫌だと思ってるのに、そういうふうにやっちゃう。そう、嫌だと思ってるのにやるんです。え、でもいいことだと思うな。なんて、いや、嫌だと思っていたはずなのに、自分が人に対してやるときはいいことだと思う。なんでって、そういうものなんです。私、今までその虐待を受けた子供は大人になったら虐待するっていうのは、はい、そういう育て方しか自分は受けてこなかったから、温かいその親からの愛情ってものを知らなかったから、そういうふうになってしまうんだって思ってたんですけれども。じゃあ虐待された子供はですね、まず虐待したくないと思いますよ、自分の子供を。虐待したくないっていう思いが虐待を生むんです。ちょっとわからないな、なんでだろう。そういうもんだから。なんで虐待したくないんですね、虐待したくないわけですよ。したくないだったらしなきゃいいのに。いや、だから虐待したくないと自分の両親も思って虐待してきたわけ。なんでそうなっちゃうんだろう。それはいわゆる理性と感情が違うからなんです。理性では虐待してはいけない、しちゃダメだっていうふうに思ってるのに。そう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 、理性では虐待することは悪だと思って、その心によって虐待の業を生むわけ。
じゃあそれをじゃあその人が虐待を受けても虐待をしないようにするにはその虐待ってことにとらわれなければそういうことしないってことですか。だから虐待、を両親がしたことは仕方がなかったんだと思えば虐待をせずに済みます。ああ、仕方がなかったんだ。虐待っていうことにこだわって、虐待というものをしたくないとね思う気持ちが虐待を生むんです。それを訓示するからですか。いや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 、その虐待業ってどういう業か知ってます？虐待する親ってどういう種まきをしたら虐待し始めるかって知ってます？わかんないし教えてほしい。虐待の種まきっていうのは自分が正しいと思うことを一生懸命やると虐待し始める、うん、これが虐待行動。虐待する親っていうのは一生懸命正しいことをやっている人なんだ。自分の中の正しい、そう、自分の中で正しいと信じているものを一生懸命やる人が虐待をする業なんです。業を生むんです。当然虐待することは悪だということを分かってますよ。だから虐待することは間違っていることだというふうに思ってます。だから虐待したくないというふうに思って正しくことを一生懸命やっていく親が虐待という種を植え付けていくわけ。よく虐待しとかした人の親って、はい、しつけってよく言いますよね。しつけのつもりでやった、うん、そう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 。だそれはその人の中では正しいしつけだと。その人は正しいことをしようとしたんです。子供にも正しく会ってほしいと思ったんです。いじめもそうですよね。いじめはちょっと置いといてね、うん、今虐待の話をしてるので、虐待っていうのはお父さんやお母さんが正しいことをすればするほど虐待していることになるんです。正しいってのはどうなんかよくわからない。自分の中でいわゆる正しいことをしたいという気持ちでやればやるほどそれは虐待を生むんだ。その正しさはその人自身が思っていることですね。実際は置いといて、その人、うん、その人がいわゆる正しいと思っていることですよ。もちろん道徳的にほぼ正しいと思っていることと一緒です。道徳的に正しいということを一生懸命ね守っている人が虐待を生むわけ。わかります？なんで正しいことにとらわれるかっていうと、間違っているものを排除しようとする心なんです。間違っているものを排除しようと、それは自分の中にある間違ったものも排除しようと思うし、相手の中にある間違ったものも排除しようとする心なんです。だから子供の中に間違っているものがあると排除したいと思うんです。だからまずは言って聞かせるわけ。しつけということ。だから虐待する人って何でもかんでも叩くわけじゃないんですよ。最初にまず言うんです。厳しく叱るんです。ところが、それでも言うことを聞かないと手が出るんです。べし。ね。で、手が出た瞬間からだんだんとね、お前のせいで私は悪いことをしてしまったんじゃないのっていう気持ちが。手を出したから。はい？手を出したから。だから、虐待する人ってのは自分は手を挙げたくないと思ってるんです。
手を挙げたくないと思っている自分に手を挙げさせたほど、この子供は悪いことをしたわけ。すごい自分勝手だと思うけど。いや、自分勝手で、だから正しいことをしたいわけですよ。虐待したくないんです。虐待したくない、虐待したくない自分に手を挙げさせた、もう許せん。ベシ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 。叩く。わかります？この心理。虐待したくなかった、ね、私は虐待なんてしたくない、虐待なんてするような人間じゃない、虐待なんてするような人間じゃない私が虐待したのはこの子が悪いからなんです。だから叩く度ごとにもうね、自分って悪い人間だって思うから、もう余計叩かずに折れないわけ。わかりますかね。叩きたくないのに叩かせたんです。私は悪い人間になりたくないのに悪い人間にさせたんです。その子供を許せないんです。だからさらに叩く。で、叩いてしまった自分がまた悪い人間だということがわかるから、また余計叩かずに折れない。こういうの虐待っていう。そういう業を変えていくにはどうしたらいい、はい、そういう業を変えていくにはってことですか。正しいものにとらわれないってことが大事なんです、うんね、正しいことをすることがいいことだと思ってるんですよ。これが大いなる間違いなんです。で、仏教ではね、正しいことにとらわれる業を殺生業って言うんですね。だから虐待の業になるわけです。殺生業の人っていうのは正しさにすごいとらわれるわけ。正しいことをしなくちゃいけない、正しい振る舞いをしなくちゃいけない、正しい食生活をしなくちゃいけない、正しい言動をしなくちゃいけない、常に正しいことにとらわれて行動していく人を殺生業の人っていうんです。じゃあ診断会は殺生業。だから自分が正しいことに頑張れば頑張るほど、子育てで言うなら子供を虐待しているのと一緒なんです。例えば子供が早く寝たいからということで、自分はもう少し遅く起きていたいけど子供に合わせて寝るとかね、朝とかもうちょっと寝ていたいけれども子供が早く起きてかわいそうだから起きるとかね、いいことのように聞こえるでしょ。でもそういう行為がいわゆる殺生業。わかりますかね。子供のために何かをすることが子供にとって幸せかどうかなんですよ。いや、自分を犠牲にしてまでね、子供が子供のためにしてあげるっていうことは子供さんにとってはね、いや、重荷だと一緒なんですよね。重荷に感じるわけ。これいわゆる気づいていないところで虐待をしているってことなんです。うん、あ、それ殴ったり蹴ったりしなくても、はい、うん、あ、お母さんは私のために早く起きて早く寝てくれたんだとか、そう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 。そしてお母さんよく言うね、あなたのためにやってあげてるのよ、あなたのために、私の苦労も分かってよ。いや、苦しくなるとそれはそういうふうに言い始める、うん、でも日常生活では私のため、あなたのために、あなたのために、あなたのためにやってるから、あなたは自由にしていいのよ、あなたは幸せになってねと、母さんあなたのためにやるからね。でもそうやって自分を犠牲にする人は
どんどんと自分が苦しくなるので、今度はねもうやっぱ期待に変わってくるわけね。お母さんあなたのためにしたからね、こうなってねとかね、こうなってよとかね、そういうふうにこう変わっていってしまう。これがいわゆる見えない虐待ってことなんです。だから見えない虐待をしてる人は世の中にいっぱいいます。で、虐待しているという自覚なく虐待している人っていっぱいいるんです。例えばお父さんなら子供のために家族のために一生懸命働くこと、それはね実は虐待なんです。ね、一生懸命頑張って正しいことをやっている、どこが悪いんだと、それは虐待なんです。結局それがこう叩くとか蹴るとかっていうところに現れるかどうかの違いなんです。家族のために自分を犠牲にしているお父さんの姿を見てね、子供が楽しくしていれたとしたら、それはもうすでにその子供の心に鬼が救ってるんです。人の不幸を見て喜べる人なんてね、人間じゃないですよね。お父さんが自分家族のために犠牲になってね、家族のため家族のためっていうふうに言うけど、本当に人間の心を持っている人ならば、自分のために誰かが犠牲になっていることを見てね、喜べる人なんていないんです。それを喜べちゃったとしたらね、もうその子はすでに人間の心を持ってない人になってるわけ。鬼に変わってるわけ。そういう鬼のような子供に育ってしまうっていうのは、ね、どこに問題が、それは正しさにとらわれるから。お父さん、そう正しいことをすることはいいことだっていう価値観が生み出す殺生業という業なんです。世間一般的にはでも男性って家庭を持ったら奥さんや子供さんを食べさせていかなきゃいけないとか、いろんな責任感でこう仕事してる人って多いですよね。そうそういうお父さんの頑張りが子供を犠牲にしているっていうことになるわけ、うん、お父さんとしたらどうすればいいの？お父さんとしてはですよ、いわゆる、自分を絶対に犠牲にしちゃダメなの、うん、どんなに子供のためとはいえ自分を犠牲にしないっていうことが大事なんです。正しいことにとらわれないってことが大事なんです。間違ってることでもいいかって思えるかどうかなんです。だから正しいことに頑張れば頑張るほど子供はいいようには育たないんですよ。ここが大事なんです。だから虐待された人っていうのも虐待したくないという気持ちで自分を犠牲にしてでも子供に虐待しないように育ててしまう。でも実はそれがそのまま虐待してるのと一緒なんです。別の意味で。こういうことなんです。家族を犠牲にしないお父さんの働き方っていうのはどういう…家族を犠牲にしないじゃなくて自分を犠牲にしない、自分を犠牲にしない、そう、働き方をすればいいです。いや、家族が犠牲になっててね、自分が犠牲にならないように生きればいいです。あ、今はちょっと分かんない。家族を犠牲にしても自分を犠牲にしないってどういう意味ですか？家族を犠牲にしてでもっていうことは、うん、
家族に苦労をかけてでも、家族に迷惑をかけてでも、自分が傷つかない生き方をした方がいいんです。迷惑をかけるっていうのは、ちょっと収入の面で少しとか、はい、そう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 。いわゆる私たちは迷惑をかけないっていうのは、ちゃんと3食食事を食べれるようにしないとって思うんです、うん、次にちゃんと教育費を払えないといけないって思うんです、うん、行きたい大学があったら行かせてあげられるようにしなくちゃって思うんです、うん、子供が望んでいることがあったら経済的な面で援助できることは援助しなくちゃって思ってるんです、うん、そういうのじゃなくて迷惑かけてもいいっていうのはね、いや別に子供は大学に行かなくてもいいんじゃないのと思うお父さんということです。何としても行かせたいじゃなくて、はい、子供の好きなように、いや子供がね大学行きたいと言うなら、うん、あなたが稼いで大学に入ったらいいじゃん。そういうふうに言うお父さん。そう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 。いや、あなたが大学行きたいんでしょ。あなたが用意したらいいじゃないですか。私も保険売れなくなりそうな気がする。そうですよね。はい。いや、そういうふうに言われた子供はお父さんひどいとはまず思わないと思うんです。そこがポイントなんです。いや、お金がなくてですよ。お金がなくて行かせられないっていう、あ、お金があるのにね、行かせないっていう話じゃなくて、お金を、いわゆるその、自分を犠牲に しないために生きてきた結果、お金がなくて大学に行かせられない時にですよ、子供が自分は大学に行けないからと言って、お父さんを恨むことはしないってことなんです。それよりもね、自分が一生懸命働いて自分を犠牲にして、お前は大学に行くんだぞ、大学に行ってね、立派なね、大人になるんだぞって言われ続けて育った子供とどちらがいいですか。まだ自分で頑張った方がいいですよね。そう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 。あ、後からあんたあんなに仕送りしたのとか。そうそうそう。後からね、こんなにお金をかけたんじゃないかとかね、こんなに仕送り出したじゃないかとかね、お前のためにどれだけ苦労してきたと言うんだっていうふうにね、言われるよりは、いや、お前のためには全然苦労してなくて本当申し訳ないなと、ごめんね父さん、ちょっとお前のためにあんまりお金を使ってあげられなかったって言ってくれるお父さんとどちらがいいですか。最後の方がいい。いいですよね。いや、本当にあったら出しますよ。大学に行きたいって言って、お金があるなら出しますけど、ないなら仕方ないね、と。ごめんね。例えば私だったらね、こう言っちゃなんですけど、この、ね、子供に教育がどれくらいかかるかって、すごい考えるわけじゃないですか。そうするとね、もうなるべく教育費をかけずにね、育つにはどうしたらいいかってこう考えるように考えますよ。一生懸命働いてってね、私は一生懸命働く、どうしたらいいですか、どうしたら収入が上がりますか、声を大きく話したら収入がアップしますか。それとも朝から晩までやったらね、収入がアップしますか。何々さんどうですか、何々さんどうですか、近くまで来たんですけどお話ししませんか。ご賞は一台です。ご賞は一台です。こうなるとね、収入がアップするって私のこの仕事からいてね、そんなすぐにアップするような仕事じゃないわけです。じゃあ子供のためになっとかねえ、じゃあ書いたらコンビニバイトでもしてとかね、新聞配達でもやってとかね、そうやって子供を育てて、じゃあ私の子供、娘のあかりが喜ぶかってことなんです。いつもお父さんはいない、朝起きてもいないね、夜帰ってもいない、なんでか、お前のために頑張って
どうですか。これお父さんがね、はい、あの家族に迷惑かけてもってさっきおっしゃいましたけど、はい、じゃあさパチンコとかやっててね、その、はい、家族を帰り見てないで 家庭のそのなんて言うんだろう、生活費さえもその、うん、出さないっていうような、そんなお父さんってどうなんですかね。いやだって家族に迷惑かけていいと思っているお父さんはパチンコなんか行かないんです。家族に迷惑をかけてもいいと思っているお父さんはパチンコなんか行かない。行かない。はい、じゃあパチンコ行くお父さんは迷惑かけちゃいけないと思ってるお父さんです。それがどっかに折れたんだよね。そう迷惑かけちゃいけないと思って頑張ってたのにダメだった、うん、そうそう、もう自分の姿を見たくないからパチンコで逃げる。あれが酒を飲むと、そうそう、迷惑かけてもいいと思えたならね、何でもやれるんですよ。パチンコって一番無駄なことですから、やらないんです。逆なんですよ。迷惑かけちゃいけないって思うから迷惑をめちゃめちゃかけるんです。迷惑かけてもいいやって思えたらね、あまり迷惑かけずに済むんです。はい、これが人間はね、天道って言ってね、逆さまだっていうふうに言われるわけ。だから迷惑かけてもいいやと思って育てたぐらいが、実は迷惑かけずに済むってことなんです。じゃあ子育てでも人に迷惑なんかかけちゃダメだよっていうふうに育てた子供っていうのは、はい、すごく人に迷惑をかける子になるんです。そう、そうじゃなくてね、人に迷惑をかけながら育てた方がいいんです。いやだって例えばですよ、誰か来られた時にその来られた方に自分の子供をお任せするとかね、遊んでもらうっていうのは迷惑じゃないですか、その人に対して。そうでしょ。いや普通の親だったら迷惑だと感じるわけ。いや申し訳ない、迷惑だったでしょ。ね、いや迷惑じゃないですか、本来なら自分のそばに置いておかなくちゃいけないところを自分はね預けて午前中はこうはがき書きとかやってたじゃないですか。まあ迷惑かけて申し訳なかった、あれはもうはがきを書かずに預かって、うん、あちょっとここでほらね説法までの間でゆっくり休んでたミニストップ言ってましたいやこれ一般的に迷惑をかけているというふうに見るわけですよ。10時にね来られた時に、いやすいませんちょっと明かりを面倒見てもらってよろしいでしょうかと、これは迷惑をかけているという意味になるわけ。あこれはやっちゃいけなかった、あいやいや明かりを連れてきてくれと。でもねそうやったら多分僕生きにくいと思うんですが今度から来れなくなるいや迷惑をかけ、原田さんには迷惑をかけないようにしますそうですそんな気兼ねなく来てください早っ明かりを連れてどっか行ってくれいやいや迷惑かけないように私は頑張ってるんです。なんか迷惑って言葉の意味がさ、なんかね今まで自分が思ってたのと違うような気が。でもそういう風に捉えるんです普通の人は、うん、いわゆるその自分の子供を誰かに預かってお世話をしてもらうとか、うん、遊んでもらうっていうのは人その人に迷惑をかけているように感じるわけ、うん、だから迷惑をかけないように自分でなんとかこう自分の中で範囲内で抑えようとする。でそうしてこなかったですか。そうですね。そうですよね。ねえ子供のために自分の仕事がねえ犠牲になるんで考えられますか。考えられません。考えられませんよね。そしたら奥さんにこうやらせるしかないじゃないですか。
おいおいおい、やっといてくれね。今日の今朝みたいなことは考えられませんよ、こうね、原田さんにね、お任せして自分はこうベランダでこうはがき書きをこうやってしているはい、はがきを書いてるとね、これが人に迷惑をかけてしまっても仕方ないっていうふうに思ってるからできちゃうことなんですけど、普通の感覚ではできない。つまり迷惑をかけないようにと思う心が殺生なんです。ね、逆に迷惑かけてもいいんだぐらいに思った方が殺生せずに済む。だから私たちは逆なんです。発想として善悪がだいたい逆になってるんですね。だから自分が善だと思ってやることが苦しみを生み出し、悪だと思ってやらないようにしていることによってまた苦しみを生み出していると。例えば私が原田さんに気遣ってね、原田さんを気遣って、ああもうどうぞ原田さんも自由にしてくださいと、で、あかりが行こうとしたら、ああちょっとあかり行っちゃダメ、原田さんお疲れなんだから3日間も来られてお疲れなんだから、あかりこっちで一人で遊んでらっしゃい、どうぞどうぞ自由に気兼ねなく、どうですか、行きやすいですか、うん、なんかちょっとすごいな、申し訳ない気持ちでいっぱい、いや申し訳ない気持ちなんて持たなくていいんですよ自由に気を楽にやってください、はかり一人で遊んだかわいそうどうですかいや私は原田さんを気を使ってやってるんです、迷惑をかけないようにやっている。だけどそれをされた原田さんは実はすごく心が傷ついてるんです。ここがポイントなんです。そして原田さんも傷ついてると同時に、あかりも相当傷ついてます。あやさんも、そう、あやも傷ついてね、私もこうね傷つくわけ、こうみんな傷ついてるっていうね、この現状、迷惑かけてもいいんだっていうのは、こうあかりが遊びに行くと、私がそれに対して、いや原田さんすいませんね、本当にありがとうございますと言う。あかりはあかりで自由に遊んでいる、私は私で助かっている、僕もリラックスできる、リラックスできるとこういうこと。分かっていただきました？はい、ちょっと長くなりましたが少し休憩をします。